今回は、フジテレビバイキングの後継番組のコメンテーターに内定と報じられた高岡佐紀さんの名式を見ています。履歴一覧から呼び出してみます。2022年3月、中心性偏在、年運欠陥は食人です。第4のタブをタップしています。 高岡さんは2021年12月に大運が変わっています。2021年12月からの10年の大運変換は偏在です。この時期は本業の他に副業をやったり、同時に2つの業務をやったり、新たな趣味をやったりする傾向である。はじめは多忙さや時間の工面で苦労するものの、 次第にリズムができて両方ともうまくいくなどとあります。一番下にある未央未弱ですが、季節による未央未弱と中心性の未央未弱が未弱ですので、基本的には超未弱となります。名詞表に戻って、大雲の吉凶星を見ると、陽人と中があります。さらに、 大運十二運、帝王ですので、エネルギーに満ちて様々なことに挑戦するのは良いと思います。また、2022年は、年運欠陥、食人で、何をするにも効果抜群の吉運です。ただし、大運と年運に、 喫強星し、国が重なっていますので、八方塞がりの暗示もあります。月始減明のタブをタップしています。月始減明偏在、キーワードは商売に華やぎ。長所としては度胸がある、趣味が多彩、交際は活発とあり、短所は落ち着きがない、粘りがない、遊び好きなどとあります。 右側の月中転換通編を見ると、月中転換通編召喚。自分独自の才能、魅力、技術、実力を武器に生きていく。プライドの高さや勝ち気さが原因で対人関係に支障が出やすい。狙ったものはどんな手段を使ってでも手に入れようとする。などとあります。今回はここまでです。